いサンダーだ。ここはアツクラノワールド。賑やかなお兄さんたち19人と楽しく遊んでいるよ。サンダーちゃん、サンダーちゃん。小野さんだ。最近見ないけどどこにいるの？バカンスを楽しんでいるところよ。とっくにお休みは終わってるよ。うふふ。もうサンダーちゃんったら、上司中かよ。旅先で素敵な殿方に会えるかもしれないじゃない。そうなの？素敵なお殿様に会えるといいね。お殿様といえば、新しい土地にもたくさんお城が建ってるよ。なんですって？プリンスの気配がするわ。帰ったら一緒にお城見に行こう。文字通り飛んで帰るわね。待ってる。さてサンダーは自分の山を決めたから、そこに素敵な土地を作るよ。ちょっとその前に。ダーだよ。おお、ダーだ。ダー来た。わらわら。よく来たな。これをやろう。やばば。作れ作れ。ありがとう。まだあるぞ。作れ作れ。ありすぎなのよ。もうほぼ無限やこれ。持ってけ持ってけ。そんなに土地広くないから。同じぐらいの山を開拓しようと思ってて。あ、そうなんだ。シュルカートラップのちょっと向こう。シュルカートラップ。ああ、なんだ、ちょっと人里と離れて作るの。うんうん。へえ、カズクラとは別にね。そうそう。うわ大変。何がいるのよ材料。本当はマングローブ欲しかったけど。うん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 。作ろうか、マングローブロボ。作れるの？作れるよ別に。もうコップも結構あるしね、そこいら中に。あまり時間を取らせたくないんだが。いいんだ別に、基本インフラ整えおじさんだから。もしできるのであれば。うんうんうん。お願いしたいです。わかったわかった、任せろ。ペコリペコリ。なんて頼りになるお父さんだ。もらったネザースターでビーコンを作ろう。ネザーのピグリントラップでバイトして金ブロックをもらうよ。しっかりいただきました。よし帰ろう。ドズルさんがいるっぽい。ご挨拶に行こう。サンダーだよ。サンダー、あ、いた。あー、サンダー、お疲れさん。お疲れ様です。どうしたどうした。進捗の邪魔になるなら食べなくてもいいんだけど。間違えて交易したやつ。名前つけたからみんなに配ってんの。あー、ありがとうありがとう。いや、ちょうどね、今ね、全部ご飯食べる生放送始めたばっかなのよ、今。ちょうどよかった、ありがとう。全部ご飯食べる生放送って何？ふふふ。いや、マイクラの全食べ物を今から大食い企画で食べますよっていう、そういう生放送が今始まりました。はい。クッキーはまさに今から作ろうとしてたんで助かります。進捗があるってこと？進捗あるよ、全種類の食べ物を食べるっていう。なるほど、ありがとうございます。これじゃあ美味しくいただきます。それはズルではないのですか？うふふ。いや、ズルではないです。はい、だってもう見てください、カカオ豆もありますんで。うん、緩めにやっておりますんで、こっちとら。材料は取ってきたんだね。うん、そうそうそう、ちょうどね、リアルタイムで。偉いです。ありがとうございます。ありがとう。じゃあいただきます、美味しく。なんかその格好、いつもより肌感ぼ感が強いね。いや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 、どこが裸んぼなんですか？うふふ。全然着てますが、もうむしろ露出がかなりされてますが、はい。ははは。かなり着込んでますが。肌に羽ついちゃってるんだね。いいでしょう。いい感じです。わらわら。え、サンタ最近何やってんの？今ね、山を開拓しようと思って、大きな建築が目標。おお、大きな建築楽しみ。みんなもうどんどん家作ったりしてるもんね。そうそう、楽しみにしときます。焦ってる。確かに、もうあっという間に半分終わるから楽しみにしててね。オッケー、はい、また遊びに行きます。そうそう、うんうん、またね。頑張ってね。頑張ります。バイビー。全進捗頑張ってほしいな。見えてきたよ、サンダーの山。いい大きさでしょ。よいしょっと。この上に館と巨大樹を作りたいんだ。まずはさっきもらったネザースターを使ってビーコンを作ったよ。設置していくね。ピグリントラップでバイトしてもらってきた金ブロック。準備完了。サンダーカラーにしておこう。サンダーはできるだけ自然の地形を残したいタイプなんだ。ちょっと物語に出てきそうな、そんな雰囲気も大好き。いい
感じの土地ができたよ。ここに館を建てていくよ。で、手持ちを整理、石切り台が欲しいんだけど、こんなに種類あるのに材料が見当たらない。仕方ない、取りに行くか。行こう。あったあった。アキオちゃんいるわ。サンダーだよ。おはようございます。おはようです。ちょっとちょっとちょっと、いいクッキー持ってんじゃん。ちょっとクッキーあげるよ。あざーす。みんなにあげてる。ちょっとすればサンダーちゃん。なんだ、ちょっとこれ今日今回ちょっとマグマ、ほらこれ危なくないですか師匠。ちょっとこれマグマなんか威厳って言ってた。威厳って言ってました。お父さん、そっか、それしょうがない。警察の威厳。いや警察、これちょっとほんと、これあと1マスこれずれたら国家権力によって燃えるっていうね。どうすかリーダー、今年1月の調子はどうすか。めちゃくちゃ満足しています。いや間違いないよね。見て、参加者お昼のこの時間にね、こんなに入ってるなんてびっくりだよね。ねえ、こんな昼なのにボンさんがいるよ。確かにドズボンさんいるわ。ちょっとそしたらちょっと僕も建築戻りますわ。はい、オッケー。バイビー。頑張ってねー。ご分を。サンダちゃんご分を。さて続きをやりますか。まずは土台を作っていくよ。円形の建物と四角の建物をくっつけて作るよ。なんだかそれだけでおしゃれな感じがしない。うふふ。床までしっかり張れました。お次は建物を作るよ。材料調達は全部自動装置から。木材はルザクくんやメンさんのツリーファームで調達。砂岩はエンドにある砂無限装置で手に入るよ。今回のこだわりは赤い屋根。手に入りにくくて諦めてたマングローブマグ兄さんがあっという間に装置を作ってくれたよ。サンダーだよ。おお来たか、教えてやろう。お願いします。めちゃくちゃ立派です。いっぱいでしょ。ここに、うん、マングローブの芽をいっぱい成長させ、こうやるといっぱいだ。1個ずつゆっくり増えていくから。すごい。んでディスペンサー3つあるから、これとこれと反対側にもあるんだよ、うん、これもディスペンサー、うん、この中コップン入れとけばあんな感じで増える。でなんでこれ芽が必要かというと、これ動かしてるうちに一応芽は増えるんだけど減ってくんよやっぱり、うん、そのためにこれがあります。でここで1個取るじゃん。はい。でこっち来るじゃん。はい。でここ入ってこう上向いてやるんだけど、マグ兄さんがめちゃくちゃ丁寧に使い方を教えてくれたよ。結構繊細な操作が必要でちょっと難しそうだな。 OK。 はい。それで動かすときはカチャッ、ここで始まりました。ほいでさっき言ったようにエイムを合わせて、うん、もうあとはどんどんアイテムが落ちてきますよ。なるほど。はい、じゃあ入ってやってみよう。いけてるいけてる、サンダー合ってる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 天才。一発一発で決めたね。やっぱりそうそうそう、いけてるいけてる。エイムいいんだよ。エイムいいのか、エペで鍛えてるからか。うんうん、一応これでね、コップンが続く限りは動くから。うんうん、ありがとう。で、一応アイテム溜まんのこっちね。頑張ります。ここにもういろいろなんか溜まっちゃう。仕分けしてもいいし。いっぱいだ。ありがとう。頑張ってくれ。あ、コップンここね。研究。コップンここだからパンパンに入れとくといいね。コップン頑張って集めないとね。コップンそうだね。まあ麺のところとさっきのところに山湯のようにあるやつを持ってくれば。うんうん。チェストの数増やしてもいいかもしれません。はい。オッケーです。じゃあね。頑張れサンダ。ごぶんは。頑張ります。ごぶんを。マグ兄さんのおかげで大きくて赤い屋根が作れるようになったよ。2階の部分も一気に作っていくよ。まあ、丸い屋根って難しいよね。なんだか乗ってきた。3階も行っちゃおう。このとんがり屋根が素敵でしょ。できましたー。雷さんで見てみるよ。かわいい塔ができましたよー。いいねいいね。次はお隣に大きな三角屋根の建物を作っていくよ。レッツゴー。無事にマングローブの木材が使えたことで結構イメージ通りのいい建築になりそうだよ。素材の色味がとっても気に入ってるんだ。物語の世界に出てきそうな建物でしょ。三角のお屋根を作っていくよ。角度のある屋根だからちょっと工夫が必要だけど結構いい感じにできてると思う。できました。雷さんモードで見てみるよ。
どうですか？なかなか可愛くできたと思う。うふふ。あれ、あそこ穴開いてる。後で直しておこう。ちょっとずつそれっぽい雰囲気出てきたな。ここからまだまだ大きくしていこうと思っています。頑張りましたー。結構おしゃれな形になったんじゃないかな？これからもっともっと進化していくから、みんな楽しみに待っててね。次回の動画もぜひご期待ください。バイビー。